はい、皆さんお疲れ様です。今日はモーレイオートボディ&ガスっていうところに来てて、何かっていうと修理に来てるのね。修理に来て、これから、我が愛車セントラが修理に入ります。修理に入って、でこれで4日ぐらいかかるから台車出すからよって言われて、あのぶつけたのここね、ここぶつけたんだけど、でこれでここまで、あの修理してくれます。で台車を出してくれて、うんとね、手続きもすげえ簡単に、ひょひょひょって、ほらほら鍵あるよ、ほら行けみたいなのに言われるので日産のアルティマっていうやつを借りられるらしいのよ。どこにあるんだろう青い車だよ。あ、これかな、 KM1044J。 あ、これだこれだ。だいたい同じ車だね。同じような、あの乗用車だわ。ってな感じ。あの行ってきます。でよ、あのね、たださえペーパードライバーの私が違う車にまた乗れって言われると緊張しちゃうんだよでもまあやるしかねえやな。粛々とやっていきますわ。はい、皆さんお疲れ様です。今日は車の中からちょっと時間空いたんで、録画してるんですけど、ね、今こう乗ってる車、これはあのいつものセントラじゃなくて、今セントラがあの修理に出てるんで、その台車に借りてる、なんだっけ、アルティナ？ん？どっちだっけ？同じ日産のね、一個ワンクラスの上の、車が台車でこう出てるんですよ。で、もう4日だか5日だかこの車運転してて、よくわかった。よくわかったってのは何なのかっていうと、ちょっと、高い車、ワンクラス上の車を売りつけるための手法って、ああ、こうなってんだねってのがよくわかりますね。まあ、うまい具合に上質に仕立ててありますよ。あの、なんか値段が高い車だなっていう感じね。で、私運転してどう思うのかっていうと、私にとってはあの車が大きいんで運転しにくいなと。いつもの車だって普通のね、フルサイズの、セダンなんですけど、それよりさらにもう一個上の大きさ、なんで、駐車とか気使っちゃうし、あと、ここね、もう隣の車がすぐ横なのね。で、普段からもうギリギリなのに、さらにこう間詰まっちゃって、みたいな。で、全長もね、25センチくらい長いのかな。だから後ろ目いっぱい詰めても、って感じなんですよ。だから、普段はね、少し後ろに余裕があるから、あの、なんだ。頭を先頭にしても後ろから自転車詰めるのね、この車だともう無理ですね。だから車が大きくなるともうデメリットがもうあれこれいっぱいだなっていうのが、まあ私の感想ね。で、乗った感じはやっぱり高級って感じがするし、乗ってる感じはしっとりしてる感じなのよ。だから、ああ、なるほど、こうやってやると物って売れるんだなってのがよくわかります。で、まあこれ台車なんで当然あのドライブレコーダーがついてないんですけど、まあしょうがない。これね、もうこのアクションカムがあの頼りですよ。で、こっちだって事故に遭えば相手は普通に嘘つくでしょうから、あのカメラで撮っとかないと危なくてしょうがない。だからよくもう、まあ皆さんあのカメラつけないで平気でいるなっていうのが、まあ不思議だよね。不思議っていうか、あの、昔はカメラを積むのがこんなんだったけど、今はカメラ積めるんですから、まあ普通にカメラがあるのが当たり前っていう風にした方がいいやね。この間だってほら、あの、今は日本で話題になっちゃってるじゃん、あの、ママチャリおばさん。ママチャリおばさんだって、あの、カメラで撮ってなきゃ、おばさんが一方的に私が被害者だとか言い張られちゃうと、それこそ困っちゃうけど、カメラであんだけ撮られちゃって、ネットにさらされちゃうと、おばさんの方はあれどうするんだろうね。おばさん困っちゃうよな。だから、ああやってあの、なんだ、普段からちょっとなんだ、自分の都合でグイグイ押し付けといて、それで都合が悪くなると被害者面するやつには、カメラってのは非常に有益ですね。だからカメラで常に撮っとかないと。あの、瞬発的に相手は仕掛けてきますんで、危ないばっかし。だからカメラを常時回しとくってのができる時代になったんだから、カメラは回しとくという。カメラという強い味方があったのだ、みたいなね。そんな感じね。で、こうさ、同じ日産だからオペレーションがほぼ一緒なのよ。これやっぱりありがたいね。で、これだとあの、
ここにさ、パドルがついてんの、これ。パドルシフトがついてたりとか、あとはこう、サンルーフついてたりとか、まあ、なんだかんだ、いつも乗ってる車とは、ま、それよりかもうちょっと高級なのね。あと、オーディオなんかも BOSE が入ってたりとか。この BOSE、あれだね。ちょっと、高級を演出するために、わざとこの何低音とかを強調してある風にしてあって、ああ、やっぱり素人受けするにはこういう風に調整 しとくんだなっていう感じだね。ああ、消費文明ってのはこういうもんですね。なるほどねって。うん、面白い。だから、事故にあってこういうのがこういう、これも結局私はお金払わないわけじゃない？何日か、こう、車を変えても、こう、お金を一切払わないんだけど、まあ、めんどくさいよね。車を置きに行ったりとかさ、もう各種、こう、事務手続きやったりとかさ、なんだかんだ、これをタダでやんなきゃいけないんだけど、うん。まあ、トータルで考えるとめんどくさいなって。事故に遭いたくないよね。はい。はい。じゃあ、本題の方行きましょう。どうぞ。はい。というわけで本編入ります。今日のお話はね、今度ね、東京ディズニーシーにファンタジースプリングスホテルっていうのができるんだそうですよ。6月に。再来月にできるんだけど、そこの予約をね、ずっと取ろうとしてるんだけど、全然取れなくて、っていう話が一つね。あと、セントラの件と、あと、専業主婦のお話をね、今日はやっていく。その3点をやっていきます。今日はね、こっちは23日だから、日本ではもう24日なんですけど、昨日かな、このファンタジースプリングスホテルっていうののプレスプレビューっていうのがあったんだそうですよ。プレスの人だけが入れるやつね。で、それでまあ当然報道があったんでしょう。あ、ちなみにこっちではね、日本のテレビ放送は見れないです。なんか方法はあって見ることはできるらしいんですけど、私そういうの全然興味ないんで見てないのね。だから日本の、ニュースなんかもほぼ見てない。どっかの局が YouTube 上にただのニュース流してたりとかするんだけど、それをたまに見るだけで、ほとんど日本のニュース私見てないんですよ。だけどなんか昨日はそういうのがあったらしくて、でそれを知らなかったのね。プレスプレビューがっていうのが知らなかったんですけど、私ね、撮ろうとして何回もこうやってて、全然空きがないから、まあ無理かなとか思ってたら、昨日いきなりパッとかって空きが出ちゃって、ダダダダッと空きが出て、とかって急いで撮ろうとか思ったら、そのタイミングで電話がかかってきちゃってね、家族から電話がかかってきちゃってて、ってほんの10秒か20秒電話してサッと切ってやろうとしたらもう全部埋まって、みたいな。だけどある日ある時ポンと何部屋も出たのよ。であれおかしいなと思ってたら、そうしたらプレスプレビューがあったっていうのを後になって知って、へえ、でこれで報道があって部屋の中とかを、まあ報道やったんでしょうから、それでキャンセルがいくつも出たんでしょうね、きっとね。で高い部屋は30何万円っていうのがあって、一泊泊まるだけね、素泊まりで30何万円なんですけど、そういうのなんかも空きがあって、そこはねポツリポツリと空いたり、予約入っちゃったりとかしてたのよ。だけどさすがにその30何万円っていう部屋を取ろうっていう気にはならなかったんですよ。結局私取んなかったんですけどね。だから取ろうと思えば取れたの昨日。いや面白かった。へえって、あ、こういう風になるんだって、ああびっくりしましたよ。びっくりしましたけど、次はねキャンセル料が発生するタイミングでおそらくまたキャンセルが出るでしょうから、その時に狙おうかなとか思ってます。だからあ、意外なところでパーンって来るんだとか、へーとか。でね、このディズニーリゾートのホテルってすごいよ。稼働率が90何パーセントなんだって。だからほぼ埋まってんだよ常時。強烈だね、ホテルとしてはものすごく強烈なホテル。こんなホテル他にないだろうし、あとはさ、安すぎるよ。安いから来るわけじゃん。得られるものに対して安いから来るんであって、もっと値段上げちゃっていいと思うんだけどね。今入場料が1万円になったとか言ってて、で高え高えとか言ってる人いるけれど、私は3万円ぐらいでいいんじゃないのって気がしてる。3万円ぐらいで入場者がほどほどになってくれればいいわけじゃん。で私なんかよく分かってないんですけど、ディズニーのマニアの人なんかは朝の7時にはもう並ぶらしいのよ。
入り口のところで、それ並ぶとなんかいいらしくて、8時に来るなんてそんなのはもう素人だよねみたいな、そんな感じらしいんだよね、うん、冗談じゃない、私なんかそんなの絶対お断りですけどね、そこで気合を入れるのは私は絶対お断りなんで、まあやるんだったらお金で解決って方向に持ってっちゃうんですけど、はい、まあ、あのホテルの件はここまでね。セントラの修理が上がったそうです。でセントラの修理が上がったのは結構なんですけど、で台車でね借りてた、アルティマでしたっけ、でこう借りてさ修理持ってくじゃない、修理工場に台車も貸してくれるよってことだから台車の木受け取ってさ、であの外に青いあのアルティマあるからあれだよとか言って鍵ひょいとか出されて、こういう書類にさささささってサインさせられてさ、チェックも何もしないんだよ。普通私レンタカー借りる時なんかはさ、お店の人と借りる自分とで2人でこうぐるっと車体を回りながら傷の確認とかをして、それでサインをして鍵渡されるじゃん。だけどこっちってそういうノリじゃないのよ。もうとにかく手続きが簡単なわけで、あの前にあるからさ、はい鍵とか言ってじゃあねみたいな、あれ終わりなのとか、うん終わりダンとか言われてへえとか言って、でこういう書類渡されてさ確認しないんだよ傷とかで、当然車に傷とかあるじゃん。でこれ返す時にどうなるかだな、お楽しみだね。あの何癖つけられて金取られるかもしれない、この日産の店に。日産の店っていうか、モーレイオートなんとか、まあ日産系のお店らしいんですけどね。ここで買ったんですけど、買う時にもなんかね、こんなのいらねえよみたいな保険をぐいぐいお勧めしてきたりとかね、納車する時にそれやったのよ。だからいらないっつってんのになんかぐいぐいやってくるのよ、こんな不利な保険入るかよみたいなのを納車の時にあのやぐいぐいやるのよ。だって納車車取りに行ってんだからさっさと車くれりゃいいのに、その前に延々やるの、その保険の売り付けをだからそういうこともやってるんで、微妙に私はこのお店を信用してないんですけどね。で今回あのホイールに傷がある車を、ホイールがガチャガチャなのよ、アルミホイールのところにガチャガチャに傷がついてるんですけど、それを渡されて、でもこれには特に何も書いてないのね、ホイールに傷があるとか何だか書いてないのよ。だから返しに行く時に、あホイールに傷があるのね、あの金よこせとか何癖つけてくるかもしれないなっていうのが、それがちょっと楽しみですかね。で何癖つけてきたらどうするかっていうと、私の方は私の方で弁護士雇って戦いますはい次、いくらこっちに来て1年2ヶ月ぐらい経ったのかな。で専業主婦をやってるわけじゃない、現代日本ではですね、専業主婦なんてのはもう全く存在する意味のないものでして、でもね専業主婦になりたいっていう女性なんか今日本にいっぱいいるんだそうですよ。特に20代の 女性って専業主婦になることを望んでる人がすごく多いっていうデータがあるらしいんですけど、専業主婦なんてのはね全くもってね不要です。でもその不要な存在をやってるこいつがいるわけじゃん、専業主婦を私はやってるわけですよ。でここに来て専業主婦本当に忙しいのかって言って、忙しいのも前も説明してる通り、車の運転してあの家族を送り迎えやったりとか、それがマストだったりとか、あとは料理もマストね、あの外食が高いしまずいし、あと日本食の店もなんか微妙だしっていうんで、私が多くの場合食事作ってるんですよ。食事作んなきゃいけない、3食食事作って、それから弁当も作ってみたいなこともやって、その他もろもろ家族のサポートとか、あとはあの護衛をやったりとかもしなきゃいけないんで、結局私が忙しいわけよ。だからここでは専業主婦の意味があるんですけど、まあ日本ではほぼ価値がない存在ね。だからあの私はここでは価値があるからこそ、あの相手方に呼ばれて私はここにいるんですけども、一方でね、日本で専業主婦の、存在が、まあ、価値があると言いますか、あの専業主婦でもしょうがないよねっていう人たちがいて、それね私の知る限りは自衛官の幹部の奥さん、あれ大変だよ、あのなんだろうな、私中隊長の現役のね自衛官だった頃に中隊長のお宅に1回だけあのお邪魔した時があるのよ。あれね確かに練馬駐屯地のすぐ横に官舎がダーッと並んでて、そこに、まあ、おいでよみたいなこと言われて、私その時練馬駐屯地行ってたんで、練馬駐屯地のこう
なんだ、勤務終わってからお呼ばれして、で奥さんの手料理とかいただいたんですけど、だってさ、幹部って3年に1回ぐらい引っ越し、転属なのね、全然知らないところにまた越さなきゃいけないのよ。で引っ越し代もカツカツしかくんないらしくって、で引っ越しやるだけ大変じゃん。で引っ越したら今度はまたそこの生活に慣れなきゃいけないし、だその連続なのよ。だからストレスもすごいだろうし、なんかそこで働こうっつったってね、今はなんか何よ、勤務地が全然違ってもできる仕事っていうのもあるのかもしれないけど、まあ難しいやね。だから私の知る限り、そういうなんつうんだろうな、自衛官の幹部の奥さんは専業主婦であるっていうのは、まあこれはすごく妥当な状態だと思いますね。もうさ、なんか3年に1回こう移すっていう、あれもどうかなと思う。落ち着かないよね、ずっと自分の人生ずっと落ち着かないままじゃん。北海道行け、九州行け、どこだか行け、で土田舎行けみたいなことになっちゃうわけじゃん。あれはいい加減うんざりだよね。あんまりやりすぎで、なんつうんだろう、心を病んじゃうような気がしますけどね。本当に必要なのかな、あんなことやるので。私はどうかっていうと、私は予期せず専業主婦になったんだし、あとはまあいつこの専業主婦の仕事がなくなるっていうか、専業主婦じゃなくなるのかも分かんないんですけど、今は主婦をやるしかないで、こっちで働くとかそういうのもなかなか考えづらいですね。働く余裕がないですよ。いざとなったら私が何か動かなきゃいけないっていう、だから私が緊急要員みたいな、常時もろもろの仕事をこなしつつ、なおかつ緊急の場合に私が行って何とかするみたいなことをやらなきゃいけないんで、だから私がどっか行って働くっていうのもちょっと考えづらいっていう状態だから、まあ私は多分こっちでは専業主婦のままですね。あともう一点ね、どっかで働く、自転車店で雇ってもらうっていうこともできるんですよ。就労ビザ持ってるんでできるんですけど、それやるかっつったら、それも私ねあんまりやりたくないね。こっちの自転車店の営業の仕方見てると、私にあんまり用はなさそうだし、私もそこで働きたいっていう気持ちが起きないんだよね。だからやりたくないことはしないっていう方針なんで、多分私はここでは自転車店では働かない、あと開業もしないと思います。開業する権限は持ってないのね。開業するんだったら、また別の何かをしなきゃいけない。今私が持ってるのは就労ビザであって、どっかで雇ってもらうことはできるんですけど、自分で開業はおそらくダメですね。まあ開業する気もないですけどね、こっちでね。で需要がないのかっていうと、あると思う。こっちのスポーツ車なんか見てると、やっぱり整備状態はガタガタ。高級車でもね、高級車でも一応走ってんだけど、まだ行けるっていうところがあって、でも10年20年乗ってる高級自転車ってのはこっち走ってないね。何なのかっていうと、もう潰しちゃうんだよ。乗り潰しちゃうっていうか、捨てちゃうんだと思う。捨てちゃうなりなんだりしちゃってると思うんだよね。だから大事にメンテして乗り続けるってことをこっちの人はやってないんですけど、じゃあそういう需要ないのかっていうと、実は掘り起こせばあると思う。あると思うんだけど、掘り起こすのは大変なんで、そこまで頑張ろうっていう気はこいつにはない。だって頑張るんだったらさ、頑張るだけのモチベーションが得られるようなことをやりたいよね。でこっちの人たちの生き様とかにも私はあんまり興味がないんで、まあ頑張ろうって気はないですね。やっぱりね、価値観とかなんとかいろいろ違うんだよね。価値観が違うからさ、そこを超えて自分の能力を認めさせるのには時間がかかっちゃうんですよ。今まで見たこともないものに対して、これはこういう価値がありますっていうのを提示しなきゃいけないんで、まあその苦労をしようっていう気は私はないっていうことですね。まあ誰かやりたい方がいたらやってみたらいいんじゃないですかね。特にマウンテンバイクなんかも盛んなんで、マウンテンバイクはね、一発乗るともうメンテが必要っていうバイクですからね。でメンテがきちんとできていると、性能があからさまに上がります。ロードなんかよりよっぽど上がりやすい。だからそっち方向で振っていくと、商売のやりようがあると思うんですけどね。あると思うんですけど、まあそれはどっかの誰かがやったらいいんじゃないでしょうかって思います。実はクルーズパーティーが近々あるそうです。クルーズパーティーって沖までボートで出て、そこでヒャッハーってこうパーティーやるらしいんですけど、ついにそれが来てしまったか。いつか来るかなと思ってたんですけど、だってクルーズパーティーってことはさ、最初顔だけ出して、知り合いにこう挨拶だけして、じゃあ
私これでとか言ってスーッと帰っちゃうといかないじゃん、クルーズだからさだからうんって思ってるんですけど、まあ、しょうがない、こういう付き合いもありますね。まあこうやってるといろいろ予想もしてないような事態にこう巻き込まれるというか、あの経験しますね。まあこれはいい経験したと思うことにして、あんまりうん嫌だなとか思わないように、来るものはこう回すぐらいの気でいるようにします。はい、じゃあ今回はこんな感じで次こそなんか自転車ネタをやりたいと思いますんでね、しばし辛抱してください。